皆さん、こんにちは。たまには私にも喋らせてよ。ということで、しばらくご無沙汰してましたが、お役をいただきました。雷鳥飯盒の紹介動画はたくさんの方に見てもらって嬉しい限りですが、細かな製品仕様については猿が省略して紹介してなかったので、反省して追加公開します。この新品の時の飯盒の底の輝きは貴重です。というのも、一度使うと、焚き火だろうがバーナーだろうが、焼けた跡ができて、二度とこの状態には戻らないからです。ワークマンのミニ飯盒はシルバーなので変色がわかりにくいけど、塗装した飯盒は使うほど見た目が良くも悪くも劣化するから、新品時の映像は貴重です。今映っている、耳金具の、両サイドの突起は真鍮でできていて、拡大するとこんな風になっています。途中ですみません。動画見てたら違和感があったので、やっぱ、ナレーターを変わります。細かな仕様解説の続きですが、Twitter 改め、X を見てると、雷鳥飯盒の登場で、初めて飯盒を買った人も増えたようです。猿も特に飯盒に詳しいわけじゃないけど、気になったのが、飯盒の蓋ってパカパカするものなの、という書き込みを複数見たことです。確かに、雷鳥飯盒は、他の飯盒に比べて蓋の遊びが大きいので、中具を使わないと気になる人も結構いるかもしれません。飯盒の作りは言葉で説明しづらいので下手なイラストで失礼しますが、例えば高価なエヴァニューの戦闘飯盒だと本体はこんな形です。本体の膨らみでも蓋が固定されるので安定しています。ある意味理想的な形ですが、その分高価です。またワークマンのミニ飯盒のように部分的に広げた場合も蓋は安定します。奇跡的なコスパです。もし出っ張りがなければ、こうなりますので、中具で内側から固定しなければ、遊びが生じて蓋はカタカタします。実際には中具を使う場合が多いでしょうから、内側から蓋を支えており、さほど気にならないでしょうが、ラーメンなど中具を使わない時は少し気になるかもしれません。で、さらに言えば、もし本体上端の折り返しが外側に広がっていたら蓋はさらに大きくなります。すると蓋と本体の隙間が広がり、遊びが大きくなるし、水蒸気調理だと蒸気圧力も落ちます。蓋に限らないのですが、加工プロセスを省略すれば精度を落ちますが、安く供給できます。初めて飯盒を買う人は、そのあたりも知っておけば、買った後でがっかりすることもないかもしれません。ただ猿のように、細かな品質にこだわらない場合には、安い飯盒でも全く問題ないし、むしろ値段的な魅力が勝ります。それから、外蓋をひっくり返して本体に乗せても、ぴったりとはまらないことも、一応挙げておきます。見た目がはまりそうなので勘違いする人もいそうですが、ピタッとは重なりませんし、もともとそういう風に作っている感じでもないです。蓋のエンボス加工は強度を確保するためであって、本体で湯を沸かすときの蓋を想定していないと思います。次に塗装についてです。ご覧の通り、本体の塗装は、境目をテープなどでマスキングして塗られているので境界線がくっきりしています。塗料をスプレーで霧状に吹いたような感じはありません。まあ、ぐるっと一周して確認しても、飯盒にしては、綺麗に塗装されているのではないでしょうか。ただし、蓋の部分は違います。マスキングされずに塗られているので、境界部分に霧状の点々がまばらについています。手抜き、といえばそれまでですが、蓋をかぶせて擦れる部分なんて、どっちにせよ使っているうちに塗装が剥げていくので、個人的には、こだわる必要もないように思います。それから、塗装されてある部分でもよく観察すると、綺麗な部分と、ムラが目立つ部分とがあり、このあたりも、ある程度塗装工程を省略していると思われます。猿は全く気にしないタイプですが、少し泡状になっている塗装ムラなども、気になる方には雷鳥飯盒はおすすめできないので、合わせてご報告しておきます。さて、そろそろお腹も減ってきたので、今回も飯盒で超簡単に済ませます。ちなみに、撮影しているのは、早朝の寒い時間帯です。とにかく早く体を温めたいので、雷鳥飯盒で、サクッと作って食べることにします。凍った料理が見たい方は、最近 SNS にたくさんアップされているので、そちらをご覧ください。
なって。Thank you.